さて、仕事がちょっと隙間が空いたので、まあ、次の仕事も来るんですけれども、今日は作業がないのでまたお勉強です。まずは見るだけのお勉強しようかな。この動画はちょっと待ってね、プチモンキーレンチさんになります。おはようございます。このマスク姿はですね、このところ毎日喉がガラガラしている、だいぶ症状がひどくなってきているので、ステージで歌えないと困るので、今日は水曜日です。金曜日に、生配信で歌うので、猫アレルギーだった場合という想定で今日水曜日木曜日2日間これを、猫のいる部屋ではつけてみようと思っています。で、金曜日にもしいいようだったら、多分それはアレルギーのせいじゃなかったら、それでもダメだったらちょっと問題が、あるかなと思うので考えてみます。やってみるよ。またそこ入っちゃうの、ぐるぐる回ってんの、どうすんの。え、ここっすか、ごちゃごちゃしてるとこ。はい、今日もまたお勉強です。どれだっけ、これか、これだ。コマーシャルになっちゃった。今回使用するのはタイムです。さて、今日は火曜日、火、水、木、3日間、マスクをしてみてですね、金曜日の歌がどんな感じか、歌もちょっと気を使ってというか、喉を割らないような曲を前半は歌うようにして、喉の調子を、維持させると。1時間ぐらい維持してくれないと、ちょっとね、ライブに出るときとかに、しかも、ライブハウスなんかで歌うときは思ったよりも力が入って歌っちゃうのでね、その辺をいい感じにしたいと思います。で、今週は薬がそろそろ切れるので病院にも行って相談もしてみますということですよ。こんにちは。とりあえず挨拶をまずしてもらったね。そっか、ユニット名決めなきゃいけないんだけど、じゃあ黒岩家、黒岩家漫才しそうな感じの名前にしておきます。中川家じゃない。そしてよっしょ、ハッピーエンドとかその辺をよく歌っているんですが、ユニット黒岩家ではですね、ハモれる曲を優先というふうに、なっております。その中で、シュガーベイブというのがちょっとおしゃれなので、ちょっと最近頑張って練習をしようと言っているところですね。お、ずっとバリバリ言ってるのは、手のひらにいっぱいさをやります。
たい安らぎは今はまだ Thank you.
ちょっとギター変わるとドキドキしますね。はい、なんかいろんな時間取らせてすいません。フォーククルセイダース、悲しくてやりきれないをやってみます。あ、大事なことがあった。これは別におしゃれじゃございません。やらせていただきます。空飛ぶクジラ。街角に僕は一人ポツンと佇み、ビルとビルの隙間の空を見てたら、空飛ぶクジラが僕を
上で歌うはずだったんじゃないの。あれなんかすごいいつもと違うと思ってびっくりした。まあいいか、うちでやるべきことです。では、大滝栄一さんが続きます、サイダー73、74、これは三ツ矢サイダー。
奴らがビー玉弾いてる。ギンギンギラギラの太陽なんです。ギンギンギラギラの夏なんです。鎮守の森は深緑、舞い降りてきた静けさが、古い茶屋の店先に誰かさんとぶら下がる。本心つくつくの蝉の声です。方針つくつくの夏なんです。日のさくるくる、僕は退屈。日のさくるくる、僕は退屈。くるくる、僕は退屈。